よろしくお願いいたします。それではただいまから平成30年度当初予算案に関する記者会見を始めます。皆様にお配りいたしました次第の項目につきまして近藤区長から説明いたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。足立区の30年度予算タイトルはですね、競争かけるエリアデザインでつかむ成長の実感というふうにいたしました。足立区の武器である競争力、これから磨いていくわけですけれども、それと民有地公有地等を活用した新たな土地の利活用エリアデザイン、これを使って、今どちらかといえば財政的に景気が好転している関係上、区の財政的な面では良好安定的な時期でもございますので、こういった時こそ変にばらまいたり無駄にすることなく、必ずやってくるであろう景気の低迷期、そしてもうすでに23区で2番目に高い高齢化、こういったことに対応するための自力体力というものをしっかりとつけていくという意味で、今年も失礼しました新年度も着実な堅実な財政運営をしていきますけれども、やはり将来に力をつけていくにあたっては魅力の創出ということも非常に重要な観点でございますので、そういった点では積極的に運営しつつ、確実に伸びてきております高齢者人口に地域包括ケアシステム等を含めて安心して足立区で生活し続けられる基盤、それも含めた体力ということで考えていただければと思います。それでは30年度の一般財政の規模でございますけれども、2769億円となっておりまして、規模から言えば過去最大ということになります。ただそうは言いましても、この過去最大になった一番の要因は、ご承知の通りの、東医療センター江北に、誘致を進出を予定をしております女子医大の病院の、候補地の取得、それにかかる費用を70億円見込んでおります関係で最大規模となったものでございますので、実質これがなくなれば、29年と比較してですね、よりも小さい、予算ということでございますので、当初前年度当初の予算規模をいかに抑えたいという基本的な路線はほぼほぼ、踏襲できたかなということでございます。大学の誘致の関係についてはまた後ほど詳細をご説明させていただきます。これは23区各区と東京都が税制改正の影響を受けるということで、それぞれ各区で試算しているわけですけれども、まずすでに行われております法人住民税の一部国税化の影響、23区区長会の推定では特別区で減収が628億円、足立区に対してもマイナス48億円という減収が試算をされております。そしてこの上に新たに昨年12月に閣議決定をされた地方消費税の生産にかかる指標の見直しの影響、これも約22億円ということで見込んでございます。この生産基準の見直しは統計、こういった小売年間の販売などの統計の部分と人口の部分を折半にするということで、大都市に厳しい配分のになるというふうに考えられておりますので、こうした2つの影響を今後も財政上考慮しないわけにはいかないということでございます。ただ一方で景気の好転がこうした財政に与える影響を覆い隠しているということがございます。ただそうは言っても確実に減るものは減ってるんだということで、議会にも国民の方にもご理解をいただいて、無駄にこうした時にですね、お金を使わないというよりもきちっとメリハリをつけた今までの路線を今後とも踏襲していきたいと思っております。ただそうは言っても、固定資産税の評価外等もございますので、固定資産の評価外等もございますので、30億円30年度については増の見込みで予算編成をしてございます。それでは今回タイトルにも用いました30年以降のエリアデザインのまちづくりについてご説明をさせていただきます。
これ足立区の全体の地図でございますけれども、一定規模の、まあ、余剰地を活用して、そこに民間あの施設等を導入して、一つ町の核を作っていくと、それを足立区全体の活性化につなげていきたいということで、例えば当初は千住エリアに大国誘致したということが恒例になってございますが、特に今後は先ほども申し上げた港北エリアの、女子大病院の誘致、花畑への文教大学の誘致、そして、まあ、竹の塚につきましては高架化がございますので、高架化をきっかけとした東西のまちづくりと、その他にも6町、西新井梅島とこれから計画を作っていくわけでございますが、特に、30年度の当初にあたりましては、この港北エリアと綾瀬の中でも北綾瀬、これから、千代田線が直通運転が開始になります北綾瀬ゾーンに限って、絞ってですね、ご説明をさせていただきます。また花畑エリアの文教大学の誘致につきまして、進出につきましては、今回大学の方からイメージの映像をお借りしてきておりますので、今回の予算のご説明の後に皆様方にも見ていただく時間を設けてございます。港北でございます。現在ここは都営住宅の跡地で更地になっておりますが、ここが2021年に東医療センター、女子医大の東医療センターの誘致候補地として東京都から足立区が取得を予定している土地でございます。今年の1月5日付で東京都に対して足立区からこの土地に関しての買い受け申し入れ書というものを都知事に提出をいたしまして、それを受けて東京都の方で足立区にこの用地を売却する方針を決定していただけたということでございますので、それをもって新年度予算の中に土地購入費用の70億円を計上させていただきました。まあ、今後は東京都の方でこの土地の価格を正式に決定していただいて、それをもって年度内には仮契約、そして本契約は今年の7月頃を予定をしておりますけれども、まあ、金額が大きい物件でございますので、都議会そして区でこのお金を支出する際にも区議会の議決をいただかなければならないということでございますので、ほぼほぼ第2回の定例会の案件で予定をして、ございます。そしてこの地図は、まあ、検討中で今後変更があるという可能性もございますが、大学の方から提供されました現在のところの荒々の病院の配置図でございます。こちら側がニットライナー、北側が環7ということでございまして、メインの入り口は西側に、そして救急車ですとか一般車両は北側から入っていただくように動線を区切っていただいております。病院棟がこちら、そしてこちらには看護学校等の寮、学校ですとか寮を配置される予定と聞いてございます。ただここに、まあ、病院の候補地がございますが、ニットライナーの港北駅から、まあ、基本的に考えれば歩いて駅からですね、徒歩で、病院の方へ通院されるような方々を想定しますと、現在ここ非常に道路幅が狭くなってございますので、少なくとも病院の開設に合わせてこの港北駅からの徒歩の動線の確保ですとか、また大学病院が完成の暁にはどの程度交通量が増えるのかといったこと、またこの周辺はどちらかといえば南北の交通は確保されているものの、東西の交通が弱いといった実態もございますので、このまちづくりのコンサルティング業務を委託をかけまして、今申し上げたような課題を整理して、まあ、必要な場合には道路を広げたり、歩行動線を確保したりするような、工事に入っていくということで、今年新年度は、コンサルティング業務の委託をさせていただきます。まあ、この地域はこの他にも港北給水所、これはの東京都のものでございますが、こういったことですとか、まあ、とりあえず港北小学校と高野小学校の、まあ、統廃合をこの病院の北側に用地を確保していくというようなことも地元に説明してございます。かなり大きな入りくりがこれから出てまいりますので、地元の皆様方のご要望も踏まえながら、一つのこの病院を核としたにぎわいのあるまちづくりといったものをこの港北で実現してまいりたいと
というふうに思います。そのスタートの年になるというふうに考えております。次に北衛星でございます。駅はこちらでございまして、こちらが環状7号線ということでございます。この北綾瀬を始発として代々木上原までの直通運転が開始になりますのが2019年聞いております。駅ビルの完成は少々遅れますけれども2020年ということでございます。当面は現在あります改札と新しく新設されますこちら側の南側の改札から乗り降りしていただくわけでございます。この延伸に合わせて北綾瀬の駅前にございます区の勝負沼公園、こちらも中を改修させていただくのと同時に、改修に合わせて北の部分、東の部分の道路の拡幅をさせていただいて、通勤通学の皆様方の足をきちっと確保していきたいというふうに思います。ただ立ち上がった、地域の方々のまちづくりの、勉強会の中では、どうしてもやはり駅前広場が必要である、欲しいということを言われております。当初区ではこの勝負沼公園等を活用した駅前広場の設置も予定、考えておったわけでございますけれども、駅前広場どうせ作るなら、環状7号線に沿った形でという要望が強いことも確かでございますので、そういったことをこれからどのように実現していくかということで、町の皆様方との調整がこれから始まるということでございます。今とにかくマンションが増え、足立区の中でも一番保育園に入りづらい地域が北綾瀬と言われております。またさらに直通運転の延伸によりまして、開通によりまして、綾瀬から北綾瀬の人口増も想定されることもございますので、保育園、小学校、中学校、そうした定員もきちっと確保しながら、地道に北綾瀬のまちづくりを進めていくというところでございます。次は洪水ハザードマップの策定改定についての考え方でございます。これは足立区の地図でございますけれども、ご承知の通り四方を、一級河川に囲まれているこの足立区で、昨年の夏台風21号の時にこの中川の水位が、上昇して、夜中に初めて足立区内で避難勧告が出たという状況もございます。そして国ではこうしたの最近の状況を勘案して、新しい浸水想定区域というものを公表しました。そして各自治体に新しい想定に基づいてハザードマップを策定するようにという指示が、すいませんです、出されました。改定の3つのポイントでございます。浸水想定区域自体が見直しになりました。また新たに加わった想定が、浸水の継続時間、そして家屋の倒壊等の氾濫想定区域が情報として追加をされたわけでございます。まず一つの浸水想定区域の見直しによりまして、今までのハザードマップでございますが、今後こういった形に変化をするわけですが、一気にですね、5メートル以上の浸水が想定される地域が拡大をされました。千住地域以外にも梅田、足立などの地域に、こうした5メートル以上の区域が拡大しているということでございます。この見直しにあたりましては、今まで200年に一度という降水量で想定されていたものが、1000年に一度こういう降雨量まで拡大して、こういう想定がされているということでございます。2番目の見直し、新たに加わった浸水の継続時間の情報もこの新しいハザードマップには追加をさせていただくと、荒川以北見ていただきますと、継続時間が3日未満の区域が多いわけですが、荒川以南では2週間以上水が引かないと、こういう事態が想定されるということが新たに分かってまいります。3つ目は家屋の倒壊と、氾濫によってですね、こういったことも情報が追加になりましたけれども、これを見ますと、荒川の両岸にわたってかなりの被害、家屋の倒壊被害が想定されるということでもございます。こうしたマップを、
印刷をしまして全国配布をさせていただくのが30年度の後半ということになります。実は今、江東5区で大規模水害ハザードマップを統一的に作成するということで準備を進めておりますので、できればこの東区が独自に作っておりますこの荒川と利根川、江戸川、中川、綾瀬川、このマップと江東5区のマップを合わせて合冊にして年度中に何とかお配りしたいということで進めておりますけれども、もう一つ足立区に関わってきます芝川、新芝川についてはまだ東京都が管理する河川として東京都の方から情報が参りませんので、これにつきましては改めて別冊として作成させていただくという予定にしてございます。次に、これは自殺対策の新たな取り組みでございまして、都内自治体では初めてだというふうに聞いております。ネットで死にたいとか死に方を教えてくださいというようなネットがメールが飛び交って、それによって非常に凶悪な犯罪に発生したことは記憶に新しいわけでございますが、区といたしましても、自殺対策の先進区としてネット対応というのの必要性に鑑みまして新年度に導入させていただくものでございます。これは事業のイメージでございますけれども、スマホで例えば検索に死にたいというような言葉を打ち込みますと、これが足立区内から発信されたという方には全て自殺を思いとどまっていただく、相談につながるようなこうしたメッセージが出ることになります。そうしまして、移りますけれども、そう思ってらっしゃる方がいたらぜひこちらにメールしてくださいという、メッセージが出まして、ここをクリックしていただくと、自殺相談の専門家と、つながるというようなことでございます。特色でございますけれども、先ほどもちょっと申し上げた、足立区民に限定することはできませんけれども、足立区内から発信されたものについてはこの相談に応じるというようなことができます。そして、自殺をしたい死にたいというような語句を入れると、これに反応するわけですから、なるべく広い語句を拾えるようにということで335区に対応してメッセージを表示するというような機能にいたしております。そしてワンクリックで、先ほど画面を見ていただきましたけれども、ワンクリックで専門の相談員に直接つながるような機能がございます。これは東京都の地域自殺対策強化交付金というものを使わせていただいて、3分の2使わせていただいて、活用していく委託で、専門業者に委託をしながら事業展開をしていく予定でございます。今まではポスターですとか配布物というもので対応しておりましたけれども、なかなかそういうことでは区がたどり着くことが難しいハイリスク層に、インターネットを使った、ゲートキーパーですね、ネット上の、ゲットキーパーになるという意味合いの、事業ということで、高リスク層に対応する新たな支援策として活用が、私ども、早急に活用していく考え方でございます。次に、先ほど申し上げましたエリアデザインの一つでございます竹の塚駅付近の鉄道高架化についてでございますが、午前中、区議会の方に議連を開いていただきまして、情報をお知らせしてきたわけでございますけれども、まず先に30年度の予算の主な概要よりもですね、工事が1年ほど遅れるということが確実になりましたので、まずそれをお知らせしてまいりたいと思います。まず工事スケジュールの変更、完成が1年遅れる原因でございますけれども、東部の方でも、全く存在が知られていなかったというふうに聞いておりますけれども、高野板、鉄板の板がですね、ここの3箇所に枚数として約2000枚、延べ800メートルにわたって埋まっていたと、ここにですね、ということでございまして、これをすべて撤去しない限り、立体化の、
支柱が立てられないということが明らかになったと。そしてまたこの撤去にあたっては非常に時間がかかって、1日5枚程度がようやくということでございまして、これによって工事が当初はですね2021年の3月に完成予定、営業線の高架化が完成予定でございましたが、これが丸1年延びまして2022年の3月に営業線の全線の高架化の予定というふうに、ほぼというか丸々1年、工事が延びることになりました。これに関しましては、なんとかもっと短期間に解消を縮めら、延長を縮められないかというようなことで、東武電鉄とも交渉してまいりましたけれども、これが精一杯という中で、東武でも努力をしていただいたという私ども認識は持っております。これによりまして工程もだいぶ変わってまいりますので、そういった細かいことにつきましては担当の方にお問い合わせいただければというふうに思います。ただこれ以外はおかげさまで国や東京都からも予算をつけていただいておりますので進んできております。30年度につきましては上りの観光船が今ここを走っておりますが、一つ隔ててこちらの方に線路を移させていただいて、上りの観光船はこちらを走ります。そうしますとここが空きますので、いよいよここに本格的な支柱を立てて効果を進めていくという段取りになるのが30年ということでございます。ただここまで本当に順調に工事が進んできた関係で、地元の皆様方もこの2021年3月の完成を本当に待ち望んでいらしたこともございますので、改めてそういった皆様に対して1年間工期が延長になりましたことについては心からお詫びを申し上げたいと思います。ただこれ以上の延長がないように、きちっと厳しく管理をしてまいりたいと思います。どうぞご理解よろしくお願いいたします。大変失礼いたしました。ということで、予算についての概要については以上とさせていただきます。それではここから、花畑に2021年開学予定の文教大学のイメージ映像を、ご覧いただきたいと思います。経営戦略推進担当課長の茂木と申します。よろしくお願いします。映像を流す前にですね、何点かちょっとご案内だけさせていただきたいなと思います。こちらの、スクリーンの地図をですね、位置図をちょっと見ていただければと思います。すみません、その前にですね、今回ですね文教大学さんのご厚意で特別に映像のですね提供をさいただけました。で、あくまでもですね現段階での構想ですので、その点はご了承ください。はい。で、ちょっとこちら画面見ていただいてですね、これから流す映像ですね3カットになっております。まず最初がですね南側から映像が入っていきます。丸1の、こちら、スクリーンの丸一の角度からですね入っていきます。で、2カット目がですね、丸二のですね北側から、入っていきます。で、3カット目の、ところがですね丸三と書いてあるんですが、ちょうど中庭からですね校舎を見渡したような雰囲気で、映像の方が入っております。そういった全部で3カットになっておりますので、それでご覧いただければと思います。はい、ではよろしくお願いします。はい、ちょうどこちらですね南側からですね校舎に入ってきます。こちら正面になります。はい。で、こちら正面、ちょうど2階3階の部分がですね今図書館を、想定されております。で、こちら校舎を抜けますと中庭が出てきまして、欅コートと呼ばれるゾーンになります。こちら既存のですね欅の木4本をそのまま生かしていただいてですね交流ゾーンを作っていただいております。で、今度北側からのカットになります。北側から、校舎の方に入ってきた時の、雰囲気がこのような形になります。まっすぐ入ってきますと今度は左手にですね欅コートの方が開けると、そういった形になります。
はい、これ最後のカットになります。右手の方がですね、教育棟の方に、研究棟教育棟の方になっております。で、今ちょうど正面に映ってるのが、図書館の部分になります。はい、全体通してもですね、大きな壁などなくですね、開放的な雰囲気で今設計の方が進んでいるというふうに伺っております。私から以上になります。ありがとうございます。はい、それでは会見の方に戻らさせていただきまして、ただいまから質問をお受けしたいと思います。質問のある方は挙手でお願いしたいと思います。すみません、東京新聞の川田と申します。ありがとうございます。ちょっと今の主要事業のこととちょっと外れるんですけど、はい、民泊のことに関して、はい、区長の考えをお聞きしたいんですけども、まず民泊関係の施策で今回の新年度予算に何かその予算を計上しているかどうかっていうことが1点と、あと他の区でもその規制するような条例っていうのが各地で検討されてたり、もうすでにあるものもあるんですけども、足立区としてはその民泊を規制するような条例を検討されているのかどうかというのを教えてください。はい、まず条例についてですけれども、一定に提出させていただく予定で進めております。送付自体が2月の8日ということですので、まだ細かい内容までお知らせすることはこの段階ではできないんですけれども、一定程度の、規制が必要だというふうに考えております。条例の策定にあたりましては、例えばホテル業界ですとか、あとは宅建の皆様とか、あとはマンション管理士会の皆様と地域の方々にもご意見をいただきました。やはり例えば、ゴミの問題や騒音などのトラブルも心配されている向きもありましたし、もう実際に一部の地域ではあれは民泊ではないかと思われるような、出入りも見受けられるというような情報もあったりということでございますので、足立区といたしましては制限をかけるとするならば、まずその民泊が行える地域、それと、週末に限る、つまりウィークではダメというような時期の問題、それと、届け出、今まではどこで何がされているか全く分からない状態ではございますので、条例が通ればですね、届け出が義務化されますので、届け出された場所については区として公表していくということ、そしてまた苦情を受け付けた場合には、その民泊の営業者がですね、それをきちっと記録して区に提出するということがありますので、そうした提出された内容を区としてチェックをして、対応が十分であったのかどうかというようなことは管理をしていきたいと、できる範囲の中でですね、そういうふうに考えて、条例を策定している、こう柱立てを考えているところでございます。予算についてはまず条例を通してということになるかと思います。2月議会でのあれ、そうですね、一定の中でということでございます。ありがとうございます。すいません、産経新聞植木です。その民泊の関連なんですけども、はい、ご存知のように国の法律の方が、6月なんですけども、事実上の受付が3月15日で、効力が3月15日からっていう事実上の効力が発生する中で、議会の最終日も多分3月あたりだと思うんですけど、そのあたりどのようにしてその足立区としての条例案っていうのは通して国とのその法律の整合性というか、何か国の方できちっと作っているので、条例をわざわざ自治体として作る必要はないんではないかというようなご議論がある、そういった件に関してのご質問でしょうか。ではなくて足立区として当然区長も地元の声を聞いた上での多分条例案というのを作成されてお出しになるんだと思うんですけども、はい、ただ国の方が先にの3月15日にも事実上効力が出る中で、区としての条例案というのの効力を先にやっぱり出すためには何かこう議会として出すとき
どういうような最終日を待たずに何か出すとかっていうようなことは高いで、選議でお願いしているということが一つと、まあ、一定程度国の法律の内容について、まあ、情報を取って、どの部分がやはり自治体にとってもう少しこう細かいことを取り決めなきゃいけないかというような内容を盛り込んで、今回、まあ、条例を制定させていただく、提出させていただくことにしております。詳しいその選議の日程が何日かということについては後ほど、はい、わかりました。やっぱりそれは国の法律よりも現場の足立区としてのその有権者というかの思いというのがやっぱり先行すべきだという区長のお考えという。それと同時にやはり国の方は法律で十分というふうにお考えのように伺っておりますけれども、地域の方々 のこの間のいろんなヒアリングの中で、こういう点がトラブルのもとではないかとか、こういうことに不安を感じるというようなお話を聞くと、区独自、自治体独自でですね、一定程度の縛りはかける必要があるという認識の中で、今回条例を制定させていただくという動き、考え方でございます。すみません、ありがとうございました。他にはいかがでしょうか。どうぞ。朝日新聞の辻です、はい。ふるさと納税についてお伺いしたいんですけれども、はい、財政課の方に確認をさせていただいたところ、寄付金の控除額が平成27年は3億円だったものが、平成28年は5億9000万円、そうですね。おそらくこれはふるさと納税の影響があると思うんですけれども、先ほど大都市に厳しいという部分もお話があったと思うんですが、はい、ほぼ倍額になっているというところも踏まえてですね、ふるさと納税の現状について、区長がどのように、考えていらっしゃるかという点と、足立区としてですね、そのふるさと納税対策といいますか、逆に区にお金が入ってくるような対策として、今後どのようなですねプランといいますか、を考えていらっしゃるかというのをですね、お聞かせいただけますでしょうか。議会からもこういった状況を鑑みて、ふるさと納税を集めるような、返礼品を考えてはどうかというご質問はたびたび過去もいただいてまいりました。ただ今うちがうぬんというよりも23区区長会の中で23区としてどのように考えていくか、足並みを揃えていこうという考え方がありますし、うち以上に、前回の区長会でも世田谷の区長の方から、非常に深刻であるという、うち以上にこう金額的な影響が多い、いろいろ聞いてみますと所得層の階層の偏在によって影響額というのはだいぶ変わってくるようでございまして、世田谷も看過できない金額であるというような話があって、23区としてまた再度国等に要望するなり方針を出してほしいという要望が西川区長の方に会長の方に寄せられたということもあります。ただこれは、地方対都市部が東京というような形の中での戦いに一時なりかけたわけですから、これを返礼品で煽ってですね、ふるさと納税を確保するというようなことを例えば足立区一区で始めたりというようなことがあまりできる状況ではございませんので、今の流れの中で全国との連携プロジェクト、確か去年も同じことを申し上げたわけですが、そういったことの中で少しずつ地方との理解を、連携理解を深めていただきながら全国的な流れを緩和していくというんでしょうか、そういうことで、時間かかるかもしれませんけれども、今ここで受けて立つというようなことは決して得策ではないなというふうには考えております。結局そうしますと叩き合いにならざるを得ないわけ で、またネットでお得なふるさと納税の自治体というようなものが発表されたりというような検索でできたりというのを見ますと、なかなか厳しいなというふうに思うわけでございますけれども、やはりそれに乗ってしまうということの考えは今の足立区にもありませんし、23区の中にもないというふうには私は理解しております。他にはいかがでしょうか。よろしいですか。どうぞ。すいません、産経新聞植木と申します。インターネットゲートキーパーの導入の件なんですけれども、これはもう足立区区長としてですね、この、
事業を導入することでどういったことを目指していきたい、区としてはどういうふうに若者に対する自殺に向き合っていきたいかっていうのをちょっとすみません改めて区長の思いをちょっといただけると助かる。ネットの関係自殺の相談が殺人事件につながったという、まあ、記憶があるわけですけれど、それについて区としてどちらかといえば東京都のモデル事業を早期に入れて自殺対策に取り組んできている足立区だけに、このネット対策というのは必ず先んじてやらなければならない一つの、課題だという認識がありまして、どういった、対策が打てるのか、または効果的なのか、担当者が、いろいろ駆けずり回って、こういったツールを使ってまずやってみようということでございます。正直これがどの程度抑止につながるのかということは、断言できないわけですけれども、とにかく思いつく限りやれることはやりきるという方針の中での今回の新規軸の導入というふうに考えております。他にはいかがでしょうか。よろしいですか。それでは本日の会見を終了させていただきます。ありがとうございました。